こんにちは焼き雲チャンネルの時間です編集長の武田浩二ですお相手ライター編集担当の円ンでございますはいおんにちはどうもどうも今日のテーマはい久々でございますはいゴーダレツデンさんはいベッドカオルベッドカオルさんそうだよね久しぶりということでゴーダレツデンっていつから始まっていやいたのよっていうごめんなさい視聴者の方も多いかと思いますけども今後はやりますよいって言ってますやりますやります ベッド・カオロさんはえっと、大正九年生まれそうですね、1920年昭吾犬志志ええ、でね、エリートです、野球のうんで、ルックスがねもうね当時のね、こう、メガネをかけてまあ、杉下さんと同じなバ、なんかね、杉下さんよりバディホリーみたいなまた出た杉下さんと時めつったらそう、ちょっと似てないすか、この二人みんな同じだよね、メガネがまあね、細もてでね、うんで、 ウォーリーみたいウォーーリ探せ紅葉中という兵庫県でも野球の強い中学から慶応大学行ってねこの時代のベッドさんは最後の早慶戦に出てるんですよ戦争のねだからある意味ね表舞台に嫌でも出る人というかねそういう星の下にあるような感じスターですねスターです本当にでまあ 阪神に地元の阪神、はい、兵庫ですかね。で,うん、で、昭和23年に入団します。うん、でね、もう1年目からね、大活躍で、うん、まあ1年目がね、例えばもう89試合しか出てないじゃないか、うん、やっぱりね、こ、まあのね、スライディングで骨折して、はあ、その後ちょっと休んでしまったから。うん だったんですけどそれでもね3割2分8厘ですよこの年はちなみに結構飛ぶボールですかいやえっとねまだああ24年からああ次の年から24年25年だねやってんなやっぱりすげえなで盗塁16うんだから三振17だよああでね通算記録見ても本当三振少ないんですよ少ないっすね一番多くて翌年の44個ですからね ーボルのが全然多いですだから、ある意味打率も良くて、24年、1949年、阪神で39本のホームラン。で、この時の阪神の4番は、エンジャクタさんも知ってると思いますが、わかります藤村文雄、そうです、ミスタータイガース、だから3番、ベッド、4番、藤井。 藤村,藤村と、はい、いうことで結構怖いですよ。うん、で右右ですね。で39本でこの年は確かベッドさんは39本だったけど藤村さんが確か46本ぐらいでホームランになったのかな、うん。飛ぶボールとは言えね。すごいです。すです物腰押し竿になったんですよ。すごいな。うん、でやっぱり両雄、はい、並ばずというかね。はい いきなり、翌年ね、うん、毎日オリオンズに移籍しちゃうわけ。今じゃ考えられないことですよね。そう、3年目だよ、ね。うん。こんな成績残してね。うん、うん。まあ、ただ、この時は、うんの、毎日に阪神から大量に選手が行っちゃったと。そう。まあ、よく、よく、まあ、毎日側から言うと、普通に契約をして、うん、その阪神に対して、うん、まあ、いろんな。 思いある人が別々に交渉したら入ってきたと、まあこの頃はもう、オーラかですよね、オーラか、いいか言うとね、無法地帯で、セ・リーグとパ・リーグって喧嘩して別れたからね、だからもう引き抜きっていう形で大変だったと思うます。だから、ベッドさんは、そこがね、もしかしたらちょっと暗い影というかね、今、だいぶこう歴史も紐解かれて変わってきましたけど。 やっぱり昭和はベッドは阪神を裏切ったみたいな感じですかね阪神ファンは今も思ってるんですかね。そういうにまあ一部あるかもね、<laughs> 前はほら巨人、阪神がまあピークだったからまあパ・リーグなんてっていうのもあったかもしれないですよね。うんうん、で、まあ、25年にパ・リーグで移籍してまあ4番を打ってまあこの年43本とのえーホームランと打率3割3分5厘ということで。うん トリリプルスーですよそうです。で、この年、ホームラン王と打点を取りました。足も上かったんですね。初のトリプルスリー。えっとね、この年、同じ年やってるんで、結構藤村さんもやってるし、あ、そうなんだ。じゃあごめんなさい、えっとね、岩本義行と、当時の松竹の四番バッターもやってて、じゃあ同時でそうです。なるほど。 でねやっぱりこう記録を見てと、はい、最初のね入団して5、6年なんですよね。中西太太タイプです。これ、怪我というより、うん、やっぱりね、やっぱベッドさんってすごい人気があって、はい、ここがね、実は以前、うん、録音というか、ユーチューブじゃなくて、ごめんなさい、チャンネルでね、うん、平和大事件、あれが昭和27年ですよ。うん あれでスキャンダル的になってしまって翌年ああそかそでなぜかっていうとああいうスキャンダル的な部分をやっぱり薄めるにはベッド人気のあるベッドが監督になってもらうという政治的な配慮でなってしまったやっぱり監督だからどうしても出にくいよね特にベッドさんは熱い男なんだけどやっぱ紳士だから やっぱ俺が俺がっていうタイプじゃなかったのかもしれない。うんうん、だからまあ正直言って言、あのー、私もベッドさんって僕が子供の時は太陽の監督だったのかな。うん、でねいろいろと近鉄や、まあ、指導者としても長かったから、はい、打者とした1,000本安打打ってないんだけど、うん、やっぱ指導者とその,インパその若い時の。 打者としてのインパクトがあったおかげで、うん、まあ野球殿堂入りしたと。うん、で別途さんは、えー、もしかしたら一戦勝した、えー、と監督で、うん、唯一優勝してないんじゃないかなあ優勝してないですねだからまあそういう意味ではね、うん、ちょっと華やかな場所にいるんだけど、うん、そこが面白いなと思いまし、うんまあ、ね、うん あの名選手を育てているので、うん、やっぱり別さんはそういう意味ではすごく球界に大きな貢献をしたしインパクトもあったし、うん、そのやっぱりあのパ・リーグの中で都会的な雰囲気を出してたっていうことで毎日オリオンズのイメージを作ってたと思うねあ<ー>、うん、で私がまあその若い,いそのさっき言ったように、うん、昭和の時は、はい、メガネのコマーシャルとか、うん、昔からね 企業のコマーシャルによく出てたよね、うんうん。ナショナルのね、まあ、今でパナソニックのラジオのね、<ー>あのこう宣伝とか、うん、結構そういう意味では、やっぱり女性受けもしてたんでしょうね。あなるほど。うん、まあ、本当、毎日近鉄太陽広島の4球団で監督を歴任しましたと。うん、全然関係ないところだね、自分ね、現役生活は。だからやっぱりね、もしかしたらその。 指導者としてなんかこうやっぱオーラもあったかもしれないよねそうですねでこういう風貌でやっぱり3番4番打ってたっていうのも確かにそのギャップがやっぱり今だったら無礼になるんでそうね別当3番で4番藤村でしょこのギャップありますねやっぱりねで毎日でもやっぱり阪神から土がきっていう強打のキャッチャーと別当さんとまあ戸倉というね このも超ベテランの方が5番を打って、毎日打線を、まあ、すごい松竹と並ぶぐらい強力打線、だから当時、松竹は水爆打線って言われたけど、毎日はなんとか打線って言われてないんだよね。そこはちょっとね、不思議だけどね。だからまあ、そういう意味ではちょっとこう豪快さというか、スマートさが、もしかしたらそういう意味ではちょっと。 今今だったらそれが売りになるけどうん、うん、その辺がちょっとこう男の世界の野球に少しまた違った、うん、あのカラーを出すにはまだちょっとそこまであのー、よくあるじゃないですかあのー、今年はあのチームワンが選べましたけど、はい、流行語大賞になるような、うんあのー、言葉が出るようまではいかなかったような感じかもしれない。うんうん まあでもトリプルスリーっていうのは近年結構出てますけどもっと語られなきゃいけないですねそうそうやっぱり盗塁そうだよね盗塁が多いんですよね186いやすげえなやっぱり,、うんっぱりうん、2塁、ま、打、あ、もね20本以上打ってるし多いですね3塁打も多いしで、うん、でもできてますよねちょっとねだからむしろその得点の方が打点より多いっていうのが、うん やっぱ足の速さとかちょっとだからクリーンアップ出てるのねもしかしたらベッドさんのようなタイプって平成令和にもすごく受けたよねきっと受けたんじゃないかなもうちょっとねそういう意味ではまだまだねあの昔の資料調べてベッドさんってほんとすごいよく出てるんだけどやっぱり今は やっぱヒットも1000本打ってないし、うん、だけど965本だよ、ね、この辺が昔の選手のこの記録に対するね執着心のなさ35本はいくでしょう普通やるでしょう、ね、だって福浦なんて何年かけてやったんだ、ね、<laughs> いやいやいやあれは綺麗だけどあれぴったりなんてのもなかな,かない1000本で終わらせたらまた面白かったかもしれないしね でもなんか、今の時代にいたら逆に2番っぽいかもね、走れて、ファーボールちょっと少ない、まあ昔のバッター、割と少ないですけど、ちょっと少ないタイプなんで、最強打者の2番ってだからすごくクロート好みでしょ。なんかいいっすね、華やかだけどクロート好みっていうね、打って走って、守備も良かったし、あ守備は外野ね、センターですか。そうだねがいから そか守備はあんまり語られることなさそうですけどよかったんです、ね、まああのー、そうだなまあそんなに見ると大体、うんえっと、通算の守備記録が9割7分7厘でそういう意味ではちょっとねただね、うん、今守備の記録って、うん、その一番いい20年25年って、ねうんうん、ないんだよね。あそうなんだ、うん、きちっと だから発表になってないから、うん、そこはちょっとこれからの課題かもしれないし、ねうん、ピッチャーもやってるしね、うん、うーんまあベッドさんはちょっとまだまだで今でもベッドさんが亡くなったのもそんなにまだ古くないので、うんはい、ベッドさんに会った方って結構いるんだよね野球雲で執筆されてる方でもベッドさんに会ったとか、うん、そういうお話もあるので、うん、もうちょっとねベッドさんについてはね、うん 出せ,る出せるように頑張りたいね、うんうん、ブログでもちょっとね、うん、あのそういうとこもできるようにちょっと頑張りたいと思います、うん、野球グまだ余力ありますよとありますよ <laughs> <laughs> 編集長ノリノリなんでなえかねちょっと一段落ついたんでねええええ、まあそういうことで、はい、今日の野球グチャンネルはこれまでです、ええ 概要欄に、えー、チャンネル登録、あ、失礼しました。チャンネル登録と概要欄にメルマガ登録のリンクがございます。まだの方、登録よろしくお願いします。えー、次の動画をお楽しみに。さよなら。